坂本花織が2連覇へ今季世界最高で SP 首位。第91回全日本フィギュアスケート選手権大会22日大阪、東和薬品ラクテーブドーム。全日本フィギュアは女子シングルのショートプログラム SP が行われ、2連覇を狙う坂本花織22が ISU 非公認ながら 77.79 点の今季世界最高得点で首位に立った。グランプリファイナル、イタリアを制した三原舞依23は 74.70 点で2位スタート。2年ぶり出場の紀平梨花20は得点が伸びず11位だった。23番滑走で登場した坂本は、冒頭のダブルアクセル2回転半を決めると、続く3回転ルッツも危なげなく着氷。得点が 1.1 倍になる後半のジャンプは、3回転フリップ、3回転トーループの連続ジャンプで持ち味のスピードに乗りクリーンに降りた。大きなミスなく滑り切った坂本は、ISU 非公認ながら GP ファイナルの今季ベスト 75.86 を上回る得点が出ると安堵した表情でうなずいた。今シーズンの中で一番自信を持って挑めた、と振り返った坂本は、イタリア GP ファイナルから帰ってきて何かが吹っ切れた。人が変わったような感じ。練習でうまくできてなかったので試合に出たくないと思ってたけど、早く全日本に出場したいと今までの前向きな自分に戻れた、と気持ちを吐露した。